この色と形、とても趣がありますよね。このようなお茶の器を作り続けて発展してきた阿賀野焼、わび、さび、きれいと三拍子揃ったこの阿賀野焼を今回はご紹介します。福知山麓のふもとに広がる福知町、阿賀野焼の里。渓谷の美しい阿賀野峡の近くに約30軒の窯元が点在しています。阿賀野焼の歴史は約400年、あの有名な千利休から直接教えを受けた茶道に造詣の深い豊前藩主細川忠興公が阿賀野の地に窯を築いたのが始まりです。阿賀野焼には2つの特徴があるそうなんですが、どんな特徴があるんでしょうか。早速阿賀野焼作家の青柳さんの工房を見学させてもらいました。青柳さん、私にも阿賀野焼の作り方を教えてください。はい、いいですよ。作り方は阿賀野の山で採れた良質の土を菊練りし、土の硬さ、水分を均一にします。菊練りした土を熟練した技で薄くろくろで引いていきます。この薄作りが阿賀野焼の特徴の一つです。青柳さんの意のままに形作られていきますね。やってみますか。はい、はい、いいですか。はい、実際にやってみると難しいですね。なかなか薄くなってくれません。あリカリングみたいさあ2個目に挑戦です。どうでしょうか青柳さんが作った作品がどれくらい薄いか半分に切ってもらいました。ちなみにこちらが私の作品、青柳さんの2倍の厚みがありそうですね。卓越した技術がないと阿賀野焼の薄作りは出せないんですね。成形した後半乾きにして裏を削ります。それから素焼きをして釉薬をかけます。この釉薬が2つ目の特徴です。なんと種類が他に類を見ないほど多く、約15種類もあるんですよ。緑醤油、鉄油、わらじろ油など様々な釉薬をかけて釜に入れ本焼きをします。焼き上がるとどんな色になるんですか。焼き上がるとこうなります。はい、白いところがこうですね、透明釉で、ジグスと言います。でこの黒いのが緑になります。黒、これが昔からの大体阿賀野の伝統油ということで、一番有名な緑醤油です。はい、これからはどういった作品を作っていこうと思われていますか。歴史があるから、その歴史をうまく利用してですね、はい、その昔からのこう、技法なんかも駆使して、今の若い人の感覚、それから感性なんかを陶器に入れていって作っていけば面白いんじゃないかと思いますし、愛刀家の底辺をこうずっと広く、していって、はい、若い人にもこう支持されるような、はい、陶器作っていきたいと思ってます。はい、あ、楽しみですね格調高い茶器はもちろんのこと、最近では日常で使う生活の器なども作っているそうです。さまざまな釉薬が織りなす色彩美と薄作りの美しい阿賀野焼、ぜひ気品あふれる伝統美に実際に触れてみてくださいね。